今からこの直巻きの田んぼで、ラジコンボートによる除草剤散布の実演があります。イエーイ。72万円小島さんの補助ということで、たまたま鉄工っていうのを田んぼなので、今回実現することができました。高塚さんこのラジコンボートはですね、発売して6年ぐらいになるんですけども、もともとの経緯はですね、北海道で火がついたということがありまして、それが空で走ることもできますし、それまでは人間が運ばないと。ちょっと燃料が濃かったな。もう力的には大丈夫。やっぱ釣りはなしで、チェーンだけでやってる方が多いな。もっと全開で土手にぶつける的な演出はないんかな。結構ねこれ逆なんや。左でアクセルしとったけどそれがなくなったまま。どっちがアクセル？アクセルこれ。上？これ。左？これ。上か。上か。上がアクセルで、それ右で左右でハンドル。それで左手の方が薬剤。薬剤。ずっと全開で。マイク。